何千年も昔ローマ人はある材料を発明し、広大な文明の多くを築き上げることを可能にしたのです。長老プリニウスはこの材料で建てた堂々たる防波堤について、波に対して難攻不落であり日に日に強くなっていると称賛しました。その言葉通りでした。これらの建築物の多くは今も建っていて、現代の建物が倒壊しかねない環境による影響を受けながらも千年もの間耐えてきたのです。現代の道路や歩道、橋、高層ビルなどは耐久性には劣るものの、コンクリートと呼ばれる同様の素材でできていて、地球上では1人当たり3トンのコンクリートが使用されています。今後40年間でニューヨーク市にある建物の相当分を毎月建設できるほどのコンクリートを使用することになるでしょう。コンクリートは今の地平線を形作ってきただけでなく、世界も変えてきました。また過去1世紀にわたって地球の気温上昇に驚くほど大きな影響を及ぼし、この傾向はすでに世界を変えていて、今後数十年の間さらに大きく悪化する恐れがあります。まあコンクリートに対して公平に言うと、人類が行う全てのことが地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出に寄与しているということです。これらの排出量の多くは私たちがあまり意識していない工業プロセスから排出されていて、生活のあらゆる側面に影響を及ぼしているのです。家の中を見てみるだけでも、冷蔵庫やその他の冷暖房機器によるものが温室効果ガスの総排出量の約 6% を占めていることがわかります。食料を生産する農業からは 18%、 電気の利用が 27% を占めています。外に出てみるとビュンビュン走る車に上空を飛ぶ飛行機、通勤電車など海運を含む輸送によるものが温室効果ガス排出量の 16% を占めています。これら乗り物を使う前ですら製造工程ですでに排出量が多かったのです。コンクリート、鋼鉄、プラスチック、ガラス、アルミなどのあらゆる材料の製造によるものは温室効果ガス排出量の 31% を占めています。コンクリートだけを見ても全世界の二酸化炭素排出量の 8% を占めています。そしてコンクリートからの排出量を減らすのは他の建材よりもずっと難しいのです。問題はコンクリートの4つの成分のうちの1つであるセメントにあります。セメントは砂利、砂、水という3つの材料をつなぎ合わせる役割を果たします。残念ながらセメントを作るにはどうしても二酸化炭素が発生してしまうのです。セメントの主成分は酸化カルシウム CaO で、その酸化カルシウムは石灰石から得られますが、石灰石は主に炭酸カルシウム CaCO3 からできています。石灰石を焼成して CaCO3 から CaO を抽出します。そうすると二酸化炭素 CO2 が残ります。1トンのセメントを生産するごとに1トンの二酸化炭素が排出されます。確かに難しい問題ですが、その反面コンクリートが温室効果ガスの排出をなくし気候を安定させるという3度目の世界変革に貢献できる可能性があるのです。今のところ 100% クリーンなコンクリートはありませんが、実現するためいくつかの素晴らしいアイデアがあります。セメント製造では化石燃料を燃焼させて石灰岩を加熱するので、その際大量の温室効果ガスを排出します。石灰岩をクリーンな電気や代替燃料で加熱することでこれらの排出をなくすことができます。石灰石そのものから発生する二酸化炭素に関しては、二酸化炭素回収がベストな方法だと考え、つまり二酸化炭素が大気中に排出される前に発生した場所で回収するということです。そのための装置はすでにありますが、経済的インセンティブがないので普及していません。また回収した炭素を輸送・貯留するにはコストがかかります。このような問題を解決するため、回収した CO2 をコンクリートそのものに永久貯留する方法に成功している企業もあります。他にもコンクリートの基本的な化学的性質を研究するイノベーターがいたり、コンクリート中のセメントの量を減らして排出量を減らす方法を研究するものや、ローマ時代のコンクリートの秘密を解き明かし再現することに取り組んでいるものもいます。プリニウスの言葉が文字通り真実であることに気づいたのです。ローマ人はセメントに対して火山灰を使っていましたが、その火山灰が海水と反応して強化され、今日使われているどのようなコンクリートよりも丈夫で長持ちするものだったのです。これらの発見を現代の技術革新に強力な手段として加えることで、過去の成功を再現することができると期待しています。そしてコンクリート構造物の長寿命化を実現し、何千年経っても子孫に愛されるような構造物を建てたいものです。
私たちは世界を救うためのツールと知識を持っていますが、次のステップは何でしょうか。ed.ted.com/earthschool にアクセスして、従うべきロードマップと変化をもたらすために実行できる具体的な行動を確認してください。